日は第6位と日本人作品最優秀演奏賞をいただきました匠圭です。今回は会場やインターネットで多くの方々に演奏を聴いていただき本当にありがとうございました。コンクールの中では自分の良い面悪い面両方が出て、良くも悪くも自分の両面を皆様に見ていただいたような気がしておりますが、今後、どこかでお会いするときには浜松の時よりずっといいピアニストになったと言ってくださるように今後努力していきたいと思いますので、また応援を